はい、じゃあ今回はですね、黒崎久志さんね、についてお話をさせてもらえたらなというふうに思います。まあ実はその黒崎さんとは僕は代表でね、活動させていただいてた1年間余りの間ではね、あまりちょっとこう接点がなかったというかね、絡みがなかったんですけども、まあ京都パープルサンガであったりとか、そういうところでご一緒させていただいたり、まあ実はちょっとかなり遡って、実はその黒崎さんとはいろんな接点がね、あったので、その辺のことをちょっとお話しさせてもらえたらなというのを思ってるんですけども、でまあ黒崎さんといえばね、僕はもうまず何と言っても彼の第一印象っていうのは、まあ高校サッカーだったんですよね。高校サッカーで宇都宮学園っていうね、ところでプレーなさってて、で僕が初めて黒崎さんを目にしたのは、黒崎さんが高校2年生の時、実は僕の母校でもあった清水商業っていうのはね、清商が初めて全国優勝した時の準決勝の相手が、宇都宮学園、まあ、黒崎さんがねいらっしゃった宇都宮学園だったんですよね。でそこでうちの母校が勝って決勝に進んで、そのまま優勝したというふうな感じだったんですけども、まあまあ2年生ながらね、もうその当時からストライカーとして、非常にね、相手にしてみたら脅威をね、本当にこう与えるようなプレーをなさってたなというふうなイメージがあって、で僕はマリノスにいた時にね、ディフェンダーの方で小泉純次さんっていうね、ジャンガージャンガーっていうあだ名の人がいたんですけども、この方がやっぱり宇都宮学園で黒崎さんの一個先輩に当たるんですよね。ですからその清翔と準決勝で当たった時もその方がいらっしゃって、その方からねよくその黒崎さんの話は聞いてたんですよね。でまあ僕がね、黒崎さんを初めてこう直で目にしたというかしたのは、僕が高校3年生の時だったと思うんですけども、実は僕は高校3年の時ですね、高校3年の冬の高校選手権の前に、まあ、ちょっと大きい怪我をしまして、でしばらくですね、浜松の病院の方に通ってたんですね。当時の僕ら清水商業のチームドクターっていうのが浜松の病院に、いらっしゃった方で、まあ、うちの大滝さんっていう監督さんがその先生のことを非常にこう信頼なさってて、でも何かちょっとでも怪我をすると必ず僕らはわざわざ浜松まで行かされて、その先生に見てもらってたっていう実は経緯があって、で私も高校2年の時に手首をね骨折して手術とかしてるんですけども、それもその先生にしてもらってたりとか、でまあそのね高校3年の時にした怪我の時もその先生に見ていただいてて、で実は僕学校にも行かずですね、ずっとその浜松の病院に入院して、リハビリしてたんですよね。でただでずっと病院にいるわけにもいかないので、当時浜松にホンダっていうね、ホンダ技研、まあ日本リーグのホンダというチームがあって、そこのね寮の方に僕1ヶ月ほどいさせていただいて、そこでリハビリさせてもらってたりっていうのをねしてたんですよ。でその時ホンダにいらっしゃったのが黒崎さんだったり、まあ勝也さんもそうでしたし、北沢さんもそうでしたし、ベルディに行かれたね倉田さんなんていう方であったりとか、あと本田康人さん、鹿島に行かれたね、なんかもその当時ホンダというチームに在籍してらっしゃって、あと石川浩君なんて思いましたね、がいてですね、まあその皆さん寮で生活してた中で、僕も寮の一室を借りてですね、実は1ヶ月ほど僕もそこで生活させていただいてたことがあったという。で皆さんと一緒にご飯食べさせていただいたりですね、お風呂に入ったり、練習場で顔を合わせたりなんていうことをさせていただいてた実は経緯があって、そこで実は僕は初めて黒崎さんというのを目にしたんですよね。で高校サッカーのね時に見てた黒崎さんだっていうねイメージがあって、もうやっぱり高校サッカーの時のイメージが非常に強かったんですよ。でなんでまたその黒崎さんというかね、宇都宮学園のことを僕非常に強く覚えてたかっていうと、黒崎さんがその3年生になった時にもまた高校選手権出てるんですけども、その時にベスト8か16ぐらいでその室蘭大谷っていうチームと当たるんですね。でこの時には財前さんとか、まあ僕マリノスでも一緒だったんです、野田さんとか、まあ財前さんも同じチームでしたけども、野田さんとか、まあね、
後のマリノスと一緒になる先輩方がいるんですけども、ここと宇都宮学園が当たってですね、まあ、PK 合戦になったわけですよ。で、もう、稀に見る PK 合戦で、最後、いくつだったかな、あれ。14対 13? か17対16か忘れましたけど、なんか、とにかく2回回ってくる人がいたっていう、僕も初めてそんな PK 合戦目にしたんですけども、そのね、PK 合戦の末、まあ、宇都宮学園は敗れてしまうわけですけども、まあ、そういうね、なんかこう、歴史に残るような、こう、名勝負なんかも、目にしてて、非常に、黒崎さんのことは覚えてたなっていうのがあったんですよね。で、まあ、黒崎さんといえばですね、やっぱりその僕はプレーの面で言うと非常に覚えてられるのは、やっぱりね、あの方もね、ものすごいシュート力を持ってたんですよ。僕は長谷川健太さんのシュートもすごいなと思ったんですけども、同じぐらい黒崎さんのシュートっていうのも、もう壺に入ったら、もうとんでもない球が飛んでくるみたいな。で、やはりこう上背もありましたからヘディングも強かったし、やはり黒崎さんも頭でも足でも点が取れるっていうね、そういうストライカーだったなと思いましたね。ですから京都で一緒にやってた時なんか、ね、高木さんの時に言ったのと同じように、やっぱりこう的が大きかったんで非常にね、合わせるのが楽だったなっていう印象をね、覚えてます。まあ、とにかくあのね、バズーガーのようなもう本当にシュート力があったんで、もう本当にやっぱり僕は、同じく壁には入りたくないなっていう、あれちょっとまともにもらったら本当に頭飛んでっちゃうんじゃないかなっていうぐらいね、もう僕だったら 100% 避けますね。 100% 避けるぐらいもうとんでもないシュート力の、持ち主、だったなっていうことを覚えてますね。で、まあそんなにね、こう寡黙というか、あんまりこうベラベラこう喋るタイプの方ではなくてですね、何かこう非常にこうコツコツこう、なんていうのかな、内に秘めながら努力していくタイプの方だなというふうにこう見てたんですよね。で、まあそんな黒崎さんが一つ僕の中で意外だったのは、当時からですね、黒崎さんスポーツカーに乗ってらっしゃったんですね。僕あんまりそういうスポーツカーとかに乗られるタイプの方じゃないのかなみたいな、どちらかというとね、体も大きかったんで、こうセダンとかそういうなんかファミリーカー的なものをね、好む方なのかなと思ってたんですけども、ホンダの NSX ですか、高級スポーツカー、黒のね、なんか NSX をね、乗ってらっしゃったイメージが非常に強くて、で、もう確かに僕、そのホンダの寮にお世話になってた頃から乗ってらっしゃったと思うんですよ、確かね。で、やっぱりこうね、一流の選手になればこういう車に乗れるんだな、っていうふうなことをね、非常にこう、いい夢を見させていただいたっていう部分でも非常に覚えてるな、っていう感じだったんですよね。すごい車なんですよ、また NSX って。なかなか乗ってらっしゃる方をね、見かけることは、少なかった貴重な車だったんで、それをね、やっぱりこう、サッカー選手が乗ってるっていう部分で言うとね、非常にこう、やっぱりこう、夢を与えるね、大きな原動力になったんじゃないかな、というふうに、思っております。まあ、その後ね、京都なんかにも一緒にやりましたし、その後新潟なんかにね、行かれて、まあ、僕も仙台に行って、まあ、J2 のね、試合なんかでも一緒に、プレーさせていただいたのをね、非常に強く、覚えております。で、やはり黒崎さんもね、おそらくずっと小さい頃からサッカーをね、ずっと続けてこられてて、やっぱり黒崎さんにしかないサッカー理論であったりとかね、サッカーに対する考え方っていうのが、非常にね、持ってらっしゃる方で、こう、なかなかこう、口数が多い方じゃないんで、こう、プレーでね、見せながら伝えていくようなね、タイプの方なのかなと思うんですけども、やはりね、皆さん同様第一線でね、指揮を取る姿っていうのをね、元気な姿っていうのを、やはりファンの方とかも望んでらっしゃると思いますので、いつまでもね、お元気で、第一線で活躍していただけたらなというふうに、思っております。まあ、とにかくね、ダイナミックなプレーをね、する方だったなっていうのを非常にね、印象に、残っております。